こんばんは。あ、大丈夫です。はい、今日は万難を排してきました。女性シンガーソングライター2人という歌い文句につられて、日活ロマンポルマタバーで行ってどうなっちゃうんだろうと思って、僕はちょっとでも最後まとめていただいてどうもありがとうございました。あ、よかった。直ちに健康被害はない、お偉いさんだとは言うけれど、何度聞いてもわからない、誰も信じない。水道にでくれ、お米にでくれ、牛乳に野菜にでくれ、学校にしべる、公園にしべる、知らない間に食べたり飲んだり吸い込んだり、匂いも味も変わらない、東京電力のおかげです。みんなみんな被爆した、地球に優しいは嘘っぱち、安全安心は嘘っぱち、お偉いさん方がなさることでたらめの嘘っぱち、原発は処理いらないは処理、 100% 危険物、原発は処理いらないは処理、命が大切、福島女川東通り、浜岡三浜しか柏崎、東京電力のおかげです。みんなみんな被爆した、みんなみんな被爆した。暴力団 OK、 騙しも OK、 やりたい放題、福島原発収束作業、新人拘束死者6人、東京電力のおかげです。みんなみんな使い捨て、みんなみんな使い捨て。
した。先月の14日と15日に、福島に行ってまいりまして、泊まりがけで、どんな人といろんな人と会ってきたんですけども、一番印象に残ったのは避難をしたくても、ね、できないお母さんのお話を聞いてきました。まあ、避難の権利っていうのは、まあ、当然だと思うんだけども、まあ、いろんなお仕事とか、お子さんの教育とか、ご先祖様のお墓を守らなきゃいけないとかで、避難できない、でも芝生は避けたいっていう人がまだまだいっぱいいます。でそういう人が今一番しんどいなっていうのを感じました。放射能っていう言葉が口にできない、いうような空気があるということでですね。でもう一つ、まあ、そんな人たちが、まあ、それでもこう話し合いができるようなちょっとしたバグもあったりするんですけども、もう一つ思ったのはですね、まあ、皆さん線量を測り合うわけですよね。自家製のお野菜の線量を測る、自分の線量を受けて測る、お互いにこう比べ合ってですね、で比べ合ってどうするのかって話なので、ね、何が安全かっていう基準がなくて比べ合っててもそんなにモヤモヤしてるなと思ってたんですけども、まあ、そう思って帰ってきたら、一昨日ですか、福島健康調査、2巡目、150人ですね、手術が100人ですかね。で甲状腺疑いっていうのはですね、あれは甲状腺に針を刺して細胞を取ってきて検査をしてそれで診断するんで、まあ、それで疑いと言ってるんですけど、90数パーセントの確率なんで、まあ、臨床的には皆さんがんという診断が下るわけです。でコマーシャルこれを、今読んでます。甲状腺がん異常多発とこれからの広範な障害の増加を考えるっていう医療問題研究会っていうのを僕の先輩がグループを組んで、非常にいいですよ。きちっと知見をまとめてあります。で、できるだけ分かりやすいように書いてありますけども、まあ、これを見ると例えば、まあ、福島で前回127人でしたかね、30万人調べて127人、中学校に1人がん、あるいはまあ高校に1人がんいるような感じになるというようなことが書いてあったり、それからWHO ですね、 ICRP の言うことを許可を得て発言している WHO がですね、甲状腺がんだけではなくって白血病とか心筋梗塞とかも調べなさいと WHO は言ってるんですけども、まあ、日本は何もやってないとかですね、書いてありますし、それから低線量被曝ですね、低線量被曝実は危ない分かってます。どこで分かってるかというと病院でですね、放射線浴びますね、 CT とか X 線とかで、まあ、それの追跡調査をすることによって低線量被曝っていうのはかなり正確に危険性が分かっているということも書いてあります。1冊1200円、今日4冊ほど持ってまいりましたので、まあ、我こそだと思う方は、またちょっと分かりにくいなってことがあればですね、読んでいただければ私の力の及ぶ範囲でお話を解説をしたいと思います。というわけで、しばらくここで歌っていなかった福島という歌を歌いたいと思います。原発すぐ止めよう。壊なかった牛乳つながってる、水が空気がつながってる、空が大地がつながってる、この町福島つながってる、水が空気がつながってる、風が吹いてるつながってる、この町福島つながってる、空が大地がつながってる。
運動場に雨が降る待ち遠しい雨上がり子供たちはかけるだろう息を弾ませかけるだろう雨が降ってるつながってる風が吹いてるつながってる空が大地がつながってるこの街福島つながってる子供たちその命が何より大切だ子供たち君の未来は今始まっている向き合い受け止め笑いながら生きてゆこう命の時代を私たちが始めよう絞って捨てる牛乳突っ込んだバスに西に向かえ人の暮らし海にいじるプラチナやつらけじめつけさせれ チェルノブイリとつながってる広島長崎つながってる福島福島つながってる一人一人がつながってるこの町福島つながってる その命が何より大切だ子供たち君の未来は今始まっている向き合い受け止め笑いながら生きてゆこう命の時代を私たちが始めよう命の時代を私たちが始めよう No Nukes No Nukes、たくさん間違えたカバーっていうやつをやってみたいなってこの間思っちゃったりして、小次郎兄さんがかっこよかったのでちょっと真似してみてカバーを要するに替え歌ですけど、うん、頑張ろう突き上げる
倍内閣が沖縄県尾長知事を訴えるという。帰ろう。帰ろう。その前に憲法遵守義務違反で訴えてやりたいと思うんですけども。今日が3日で、あさって5日にね、いろいろと日比谷とかイベントありますけども、私は八王子のデモというのに、行って、そこでテニサイターの皆さんの音響係をやります。というわけで、浅手はユンとちょっとやってみたいかなと。1200円。宣伝入りました。